はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルリオ編極上、こちらのフロア2ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ムダディオですね。点数ファイアーボム、カバウを入れてます。そしてジョウスケですね、ユニドラ、ディメンション、俺が戦うぜをつけてます。そしてフレンドはバニラアイスですね、エリートムーブですね。では参りましょう。まあ極上はね、本当に簡単なんで、もっともっと、入れてもいいのかなと思いますが、まあ、このような感じでやっていこうかなと思います。ではまずはですね、ユニドラだけで OK なので、デリートユニドラでゴシゴシやっていきます。じゃあこんな時は、ファイヤーボムだけで倒せましたね。はい、1ラウンド無事クリアですね。続いて第2ラウンド、さあ行きましょう。しかやりません。ユニドラ、ユニドラだけです。ファイヤーボムをして倒せましたが、まあファイヤーボムですね。さあダウンスキップをしましたが、ユニドラしかしないので構いません。アイテム取りながらユニドラで、さああっという間に第4ラウンド、最終ラウンドですね。おっと、こっちじゃなくて一度ファイアボムですね。そしてユニドラで倒していきましょう。メンバー倒せなかったんですね。出ませんね。さあ今度こそ倒してください。倒れましたね。はい、無事クリアですね。もうユニドラなんで早いです。はい、ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今度はね、フロア3の方を、極上フロア3を攻略していきたいと思います。ではラストボタン。